こんばんは、大島たくみです。今回ボンビューの入荷情報をご案内させていただきます。で、今回は古着と新品のベルトをご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。早速ご紹介させていただきます。まず一つ目がニットですね。ガンジー、イングランド製ですかね。サイズが34、まあ、かなり小さいサイズなので女性でも着ていただけるぐらいだと思いますし、まあ、男性でも私ぐらいの方だったら割とジャストサイズで着れるバランスだと思います。状態はかなりいいですね。ほとんど着用されてる感じもありませんし、いい状態だと思います。活躍するアイテムだと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、続きまして寝るシャツを何枚か紹介させていただきたいと思います。最近ちょっと中にタートル着たりしてスタイリングする合わせが結構流行っておりますが、まあ、そういう使い方もすごくしやすい一品だと思います。まずはポロカントリーですね。 WRL の前身と言われているポロカントリーのオープンカラーのワンポケット、いいですね。これちょっと生産国とかわからないんですけども、なかなかいい柄で、ボタンもちょっと大きめで洒落たアイテムだと思います。まあ、ちょっと使用感はありますが、結構いいバランスのシャツだと思いますので、ぜひよろしくお願いします。かっこいいですこれは。はい、続きましてポロラルフローレン、サイズ S、 インド製ですね。コットンネルだと思うんですけども、タータンチェックに、この右肩にスウェードのガンパッチがついたタータンチェックです。これもちょっとボタン大きめのカジュアルスタイル、まあ、S なんで私でちょうどいいぐらいだと思います。ちょっと細めのバランスですかねこれは。まあ、でもこれはこれでとても洒落てますね。で、まあ、洗ってあるのでスウェードがギュッと縮んで、この辺にちょっとこうシワが寄ってる感じなんですけども、まあ、それはそれで洒落てるなというアイテムだと思います。よろしくお願いします。はい、もう一つラルフローレン、サイズ L、 これもインド製、ブラックウォッチで2ポケットエポレット付きのタイプ。これ洒落てるんですよね。このシャツ自分のサイズが出たら ずっと欲しいなと思ってるんですけど、なかなか出ないんですよね。大きいサイズしか出てこない。まあ、でも物はかなりいいです。で、一応チンストラップが付いてたりもしますね。なかなか洒落てます。で、状態も結構いいので、ぜひよろしくお願いします。かっこいいです。最後がこれもちょっと起毛のある寝る生地なんですけども、サイズ L、 フィリピン製で、いわゆるシェパードチェックというかハウンドトゥースというかの、ウエスタンディテールのシャツ、洒落てますね。ラルフローレンやっぱ洒落てるなぁと、いいシャツ作るなぁと思いますね。なかなかこう気の利いたアイテムだと思います。ちょっとフランスなパリな感じがしますね。まあ、これも状態かなりいいです。生地感も悪くありませんし、ダメージ汚れなどはほとんどないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。かっこいいですね。あとはベルトですね。アンダーソンズにも別注をしました、リザードのベルト、まあ、リアルリザードです。イタリア製です。こういうバックルを使ってます。まあ、先日動画で配信しましたので、詳細はそちらを見ていただければと思いますが、店頭でも何本か早速買っていただきまして、ご好評をいただいておりますが、個人的に希望としては、まあ、ゆっくり売れていけばいいかなと思っております。追加はもうしないですけども、少しずつ売れていってくれれば嬉しいなと思っておりますので、こうベルトにお金をかけるってなかなか勇気のいることだと思うんですけども、ただ7万5000円ぐらいするんですけど、税込み、それだけのこう威力があります。特に夏軽装になってくるとベルトが目立ってきますので、まあ、そうなってきた時は特にこう威力を発揮する、まあ、7万円分だけの威力と、あとはやっぱりインパクト、あとは雰囲気の良さが出てくると思いますので、まあ、ぜひこうカジュアルスタイルなんかに合わせていただいて、ギャップとかマッチングを楽しんでいただきたいなと思っております。店頭でこう試着していただいた方も皆さん結構こう巻き心地がいいと、こう薄くってこうストレスがないっていう風に言っていただいておりますので、オンラインで買っていただく方はなかなかこう試着ができないですけども、まあ、実際こう到着したものを巻いていただければ、これの良さが分かっていただけると思います。かなりこう柔らかいんですよね。芯が薄いのでかなり柔らかい。なのでこう体に本当にこう沿うような形で巻いていただけるベルトだと思いますので、ぜひご検討いただければと思います。まあ、これから夏物を少しずつ入ってきますので、まあ、以前も紹介しましたが、どんどんうちのオリジナルも入ってきます。なので、まあ、ちょっと計画的にお買い物をしていただければなと思いますが、このベルトもとても素晴らしいものになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あとサイズなんですけども、基本的にはこの穴が5つあって、まあ、真ん中で止めていただくっていうのが一番理想ではあるんですけども、まあ、私は真ん中か、まあ、その前後
なので中3つを使うようにしています。でなんとなくなんですけども、以前お客様にも言われたことがあって、このプンターレ、要はチップがついているベルトってこう巻いた時にこのチップの距離が真ん中だと結構離れるんですよね。2つ目、要は手前から2つ目、真ん中よりも1つ大きいところで止めた方がここのバランスがいいんですよねって言われたお客様もいらっしゃって、あ、なかなかすごい鋭い視点だなと思ったこともあったんで、そういうサイズ選びをしていただいても別に問題ないかなと思っております。なんで、まあ基本的にはこの真ん中3つを活かしてつけていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、今回は以上になります。また来週以降こちらで新しいものが入りましたら紹介させていただきますので、楽しみにしていただければと思います。それでは今回終了いたします。どうもありがとうございました。